皆様こんにちは、サイエンスファームの宮城です。ししろです。今回ご紹介するのは平屋のシンプルタイプになります。テーマは広々プライベートデッキでくつろぐ家です。床面積28坪の平屋は南側のプライベートデッキとサトウキビ畑の緑を優しく隔てる花ブロックが柔らかな光と風を室内に取り込む家となっております。また家事がはかどる水回り動線やすっきり収まる贅沢な収納も必見です。まず駐車場スペースをご紹介します。駐車場の方は車が約 2,3 回止められるスペースとなっております。駐車場の横の方には車椅子の方でも楽に進めるクロークをご用意しております。玄関の横の方には郵便ポストを設置しておりますので、玄関からすぐ出て郵便物を受け取ることができるようになっております。そして横の方にはプライベートデッキへとつながるアルミのルーバー扉を設置しております。プライベートデッキの方は後ほどご紹介させていただきます。今回玄関扉には片引き戸を採用しております。風の影響を受けにくい扉となっておりますので、女性やお年寄りの方でも楽に開閉できる扉となっております。それでは中に入っていきましょう。続いて玄関をご紹介します。玄関は約 3.1 畳の広さとなっております。玄関の設計ポイントありますか？はい、玄関や玄関ポーチには強度や耐久性に優れたクールーフという天然石を使用しております。クールーフにはグレー、グリーン、マルチカラーというカラーがあるんですが、今回はマルチカラーを採用しております。素敵な色合いですね。はい、また今回はシューズインクローゼットをオープンタイプにしております。オープンタイプにすることで重い荷物を持っている時やお子様を抱っこしている時などでも楽に移動することができます。なるほど、ドアを開け閉めする手間が必要ないので便利ですね。続いて LDK をご紹介します。LDK で広さ約 19.2 畳となっております。とても広々とした LDK ですね。こちらのテレビボードも造作になっているんですか？はい、こちらはお施主様のご希望で造作の家具となっております。造作にすることもできるんですね。全体の部屋の雰囲気があっていて素敵ですね。はい、またこちらには扉付きの可動式収納棚を設けておりますので、いろいろなサイズのものを収納していただくことが可能です。可動式だと棚の高さを調節できるので便利ですね。窓の方も大きくて明るいですね。そうですね、またサイエンスホームでは標準で熱線吸収ガラスを使用しておりますので、太陽の熱を 40% もカットしてくれます。続いて LDK 横のプライベートデッキをご紹介します。こちらのプライベートデッキで広さ約 8.4 畳となっております。フェンスを使用せずに花ブロックを使用することで、より高級感のあるプライベートデッキとなっております。キッチンの方は 5.7 畳の広さとなっております。今回はタカラスタンダードさんのヘランディアという商品を選択しておりまして、色の方はブルーグリーンを採用しております。キッチンの引き出し部分と、あとはキッチンパネル、あと換気扇の部分はホーローパネルになっておりますので、汚れを落としやすい仕様となっております。サトウキビ畑の緑を優しく
はい。玄関の設定ポイントありますか？何でしたっけ？面積。またサイエンスホームでは。おばちゃんがご紹介させていただきます。そして今回玄関扉には形の持ち方、いろいろなサイズのものを収納していただくことが可能です。可動式のものだと高さを調節